せばというか、この2つフロー分かれてますけど、3つ目の項目できればというか、基本的には必ずお帰りの際にチケットをお渡しする。最後の中で施術説明しますよね。終わった後、今日こんなことします。その時にで、最初に言ったようにここからは回数重ねてもらうことで効果が高くなりますん で、実はこれ無料で1ヶ月何回でも来てもらえるチケットをお渡し、お作りしましたので、ぜひ使ってくださいっていうことをしっかりとここで提案するっていうことです。正直後日手紙をそれ郵送するっていうことはもう本当に何だろう、もう副次的なんかどうしようもない場合なので、これはまあ基本的にしないように、この形にならないようにしてください。でここで、ポイントのところですね。ただの安売りにならないように、なぜこのサービスをするのか意味付けをしましょうということで、それは、折り込みチラシを見て、信じて来てくれたお礼に必ずきれいにしたいと思っていますので、使ってくださいっていうような言い方をします。ここで、ね、何回でも使えますからどんどん使ってくださいみたいなことを言ってしまうと、なんかものすごい安っぽくなっちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、髪をきれいにするっていう私の当店のチラシを見て来てくれた方には、必ず髪をきれいにしていただきたいので、そのために、こういうものを作らさせていただきましたっていう形で、そのあくまで髪をきれいにするためにこういうものをお渡しさせてもらってますっていうこと。トリートメント無料で何回でも来れるからラッキーみたいなくだりにならないようにすることで、その人にとっても価値が感じてもらいやすくなります。ちょっと下に書いてますね。黒の繰り返すともっと綺麗になることを確実に体験できるように来ていただいたお礼を兼ねてお渡しします。今回だけでは綺麗になりませんでも、今度のお出かけ前に綺麗にしておきたいですねとか手伝います、これは神来ますよと約束する私たちのできる限りの保証ですとか、こんな感じのことを、まあ、赤字でね、お礼だったり保証だったりアフターフォローだったりっていうものを提供させてもらう。あくまで無料を提供してるわけじゃなくて、アフターフォローの一つとしてやらせていただいてますとか、そんな感じにすると、そうすればこの時点で結構予約が取れると思います。結構ここの時点でお客さんにある抵抗が、このガレさんだったらちょっと分かるかもしれないですけど、なんか癒しいみたいになるじゃないですか。なんか無料でって言われた途端次の予約取るのってなんかちょっと癒しい感じになるので、ここまでのトークでそれをこう取り除いてあげるっていうことですね。言ったら1ヶ月無料のサービスは受け取って当然なんです。なんかここ流れ悪かったら、なんかもう何やろう、お惣菜コーナーで無料の試食しまくってるみたいな、そんな恥ずかしい感じなんですよね、お客さんの状況っていうのがこの時点で。そうじゃなくて、そういう思いをしないように、あなたはこの、サービスを受ける権利がある、受け取って当然なんです、ぜひ使ってくださいっていう感じでこう壁を取り除いてあげとかないと使いにくいっすね。実際どうですかね、こういう提案してみて、無料の予約取れ方。最後に言ってたから、あ、そうです、ね、来てくれる人もいるんですけど、あ、そうっていう感じの人もいますね。そもそもその意味が分かってないみたいな、価値とか意味が、ですね。まあ、髪のすごく傷んでるって、すごく興味ある人は来てもらえますけど、事前に説明するとだいぶ違うのかと思う。